グルカ戦争、グルカ戦争、グルカ戦争、ゴルカ王、1814年から1816年は、イギリス東インド会社とネパール王国、ゴルカ朝との間で行われた戦争。ゴルカ戦争、ゴーカ王、ネパール戦争あるいは A、ネパール戦争、アングロ、ネパリーズウォーとも言う。国境紛争と領土的野心が原因で起きた。グルカとは、ゴルカの英語読みである。 なお、18世紀末と19世紀中頃に、ネパールがチベットとそれを支援する中国の成長に、対して行った戦争を潜るか戦争を飛ぶことがあるが、こちらは、清シ・ネパール戦争、1789年から1789年、1791年から1792年、ネパールチベット戦争、1855年から1856年、を参照のこと。 数世紀にわたって、カトマンズ盆地は三つの王国、カトマンズ、パタンそして、バクタプルが、お互いに紛争を繰り返し、外部からの侵略への注意を怠ってきた。しかし、1769年に、ゴルカ王、プリトビナラヤンシャファンが盆地を征服し、近代ネパール王国の基礎を築くことを可能にした。これに先立つ1767年、もともと盆地にいた王たちは、 ゴルカの拡大の強を受け、イギリスに助けを求めた。これに応じ、金ロック隊員が指揮する2500人の装備と準備の劣った部隊による遠征が行われた。遠征は悲惨な結果を生んだ。ゴルカ軍は赤子の手をひねるようにこれを圧倒した。この非効率で形ばかりの英軍は、ゴルカ軍に火器を与えただけでなく、英軍は大したことがないという予断をもたらした。 カトマンズ盆地の征服は、ゴルカの拡大の第一章に過ぎなかった。1773年までに、ゴルカ軍は東ネパール全土を石鹸し、1788年までには、シッキムの西部を併合した。西に目を転じると、1790年までにカリガワに、至るすべての支配者が、ゴルカの支配下に入った。そのさらに西、クマーウン地方とその首都アルモーラーも、 やはり、ゴルカに屈服した。北方では、ネパールは、チベットとの間で、貨幣の交換レーをめぐる紛争、兄弟間の相続に不満を抱くカルマ派のシャマルパトゥルクの亡命などを一挙に解決するため、1789年から1789年と1791年から1792年の二度に、渡り、チベットに侵攻した。一時的には、 チベット第二の都市ガ月を制圧したが、新朝の介入を受けて、撤退を余儀なくされた。しかし、北方はといえば、チベットに対する奇襲、長期にわたる貿易問題と山岳の間の峠の管理についての論争に関係していたわ、新国の介入を許してしまった。1792年、清国皇帝は巨大な軍隊を派遣し、チベットからネパール人を放逐し、 カトマンズまで5キロまで迫った。摂政、バハドゥルシャハ、プリトビナラヤンシャハの息子は、イギリスのインド総督、モイラ卿、フランシス・ロードン・ヘイスティングスに助けを求めた。新国との衝突を恐れたヘイスティングスは、仲介者として、カーク・パトリック・隊イを派遣したが、到着するまでに戦いは終わっていた。ネパールは、チベットにおける、貿易特権を無効にされ、 5年ごとに北京に長考するという屈辱的条約を結ばされていた。清ネパール戦争はかつてから計画されていたガルワール王国への攻撃を遅らせていた。しかし、1804年にはガルワールの王も屈服し、殺害され、全領土は併合された。アマルシン・ハタパ将軍はさらに西方、カーン・グラマで遠征し、征服した。一方、 イギリスもその勢力圏を拡大していた。東インド会社によるアワード地方のナワーブ領の取得により、ゴーラクプルのファントはパルパ製な王国の領土に接近した。パルパはガンダキ地方の中心部で唯一残された独立都市であった。パルパ王がイギリスと結託しているのではないかというゴルカの再起心により、1804年に彼は投獄され暗殺された。ネパール最小、 ビムセン・タパは、自らの父をパルパの総督にし、イギリスとの深刻な国境紛争の指揮に当たらせた。この紛争が起こった理由は、ゴルカとイギリス国境委員会が固定した国境を、設けなかったことにあり、インド総督の失策であった。ゴルカ軍は、タライ平原へ侵入した。タライは、ネパールの丘陵地帯とインドを分ける、細長く貴重な、肥沃な土地である。 緊張が高まった。イギリスは支配領域とカルカッタ、コルカタとインド北西部を結ぶ細長い連絡路がゴルカの脅威の下にあると感じた。どちらの側もどこに国境があるかわからず力による衝突は避けられなくなった。ゴルカが拡大した半島は東はシッキム、西はクマーウーンとガルワール、そして南は イギリスの勢力圏内のアワードに広がっていた。一方、イギリス東インド会社も軽かったマドラス、ボンベイを本拠に勢力圏を拡大していた。イギリスの半途拡大はインドの一部で既に抵抗にあい、マラウター戦争でそれは頂点に達していた。また、パンジャーブ地方ではランジートシングが自らの帝国を建設しようという野心を持っていた。したがって、 イギリスにとってゴルカとの戦争を早期に勝利することは喫緊の課題となっていた。カトマンズの宮廷で来たるべきイギリスとの戦いについてゴルカの幹部たちが意見を求められた時反対したのはアマルシン派だけではなかった。彼はイギリスは自国の権力と権威を確立することなしに満足しないだろう。彼らは我々が征服した。 給料地帯の王たちと同盟を結ぶだろうと述べた。この意見は最小ィムセンタパと交代賞を成していた。我々の給料地帯と定着は神の手によるものだ。決して失われることはない。タパはネパールがイギリスに対しいくつかの利点、つまり地域の地理的知識や山岳地域での戦闘の経験などを持つことを主張した。しかし、イギリスは数において優勢で、 なおかつ近代兵器を装備していた直接の衝突の契機は、タライ地方の領有をめぐる争いにあった。ゴルカは、パルパと、ブトワルを支配していたため、タライ地方に迫り、同地方の領有を主張するイギリスと衝突、紛争が発生した。ヘースティングスは25日以内に、ブトワルとシウラージから撤退するように命じたが、これによって、武力衝突が生じ。 1814年11月にベンガル総督は戦線を布告した。イギリスの最初の軍事作戦は大砲や小銃などで近代装備された3万近い軍勢を5方面からネパールに侵入させ1500キロにわたる国境を挟む2つの前線を攻撃することから始まった。東部戦線ではベネット・マーレー少将とジョン・サリバンウッド少将が個別の渋滞を率いて タライ平原を横断し、カトマンズ盆地の中心を目指した。はるか東、シッキムとの境では、ラッター隊員が小さな部隊を率い、基礎的な防衛を担当した。西部戦線では、ロロジルスピー少将とデイビッド・オクターロニー大佐がに、渋滞を指揮した。この渋滞は、アマルシン・ハタパ将軍率いるゴルカ軍中核に向けられていた。 四つの渋滞は大部分インドの部隊からなっていた。英軍の最高指揮官は、ヘイスティングス総督であった。英軍にとって、最先は良くなかった。総督が正式に戦線布告する前日、ジレスピー少将は、ナラパニの戦いで、カランガの防御の弱い要塞で戦死した。ジレスピーの後任に、ガブリエル・マーティンデル少将が指揮を取るまでの間、セブライト・モーリー大佐は、 水の補給を断つことにより、カランガ要塞を落とそうと試みた。しかし、すぐにマーティンデルが着任し、英軍は、ジャイタクの戦いでラナジョーリシンハタパ、アマルシンハタパの子に、さらに敗北を起死した。マーティンデル少将は、結果的に、ジャイタクを銃で、徹底的に攻撃したが、圧倒的な兵力を持っていたにもかかわらず、反撃を恐れて占領できなかった。 東部戦線も同様に臆病だった。ウッドもマーレーも敵と直面することを嫌がった。ウトワルへの2回の進軍の後、ウッドは兵力優勢にもかかわらず、弱々しく退却し、ゴーラクプルでは防衛的姿勢を取った。カトマンズ攻略を期待された同僚のマーレー少将は、8千の精鋭を率いながら、もっと臆病な態度を示した。スマンプルと、 パルサの二つの前線基地が援軍がなかったため、陥落すると、彼は絶望的な無意に陥り、1815年2月10日、この厄介な状況に耐えることができず、基地を突然放棄するという異な行動に出た。彼は見捨てられたのである。東インド会社の機体は、オクターロニー大佐の能力と一万の兵力に集まった。他の将軍たちと違って、 オクターロニー大佐は状況に対する決断力と技術と能力を発揮した。大佐は決定的な遭遇はなかったにもかかわらず、ゆっくりと余るン派の軍隊を山の上に追い上げ、1815年4月までに重要拠点デウタルの要塞を奪取した。続いて起こったデウタルの戦いは、この一連の戦闘の決定的瞬間だった。 アマルシンハの最も有能な中尉バクティタパは、マラウニ要塞を見下ろすデウタルオネから英軍を退陣させることに失敗し、バクティタパは4月16日の戦いで死亡したが、要塞はしばらく保った。しかし、アルモラがジャスパー・ニコロズ大佐の率いる2000の盛教なインド兵によって、4月26日陥落したという知らせを聞いて、アマルシンハタパは、 状況が絶望的であると認識し、イギリスの火力に恐れをなし、降伏した。オクターロニー大佐の勝利の後で、カトマンズの王宮は1815年11月28日に、調印された講和条約を批准できなかった。王宮、ダルバールは土着の国家の最高権力でもある。このためすぐに、第二の戦役が始まった。当然モイラ教は、オクターロニーを、 司令官に起用し、2万の精鋭の兵力を与え、ネパールに侵攻した。オクター・ローニー将軍がマクアンプルに向けて進軍中、同時にシッキムの王が東からネパール軍を追った。アマルシンハ・タッパは戦役に参加しなかった。彼は寺に引退し、戦後間もなく死去した。1816年2月28日、マクアンプルの決定的な戦いと、 隣接するハリハーパー要塞の陥落、後にラナジョール新派は不名誉にもこの拠点を放棄したで、ネパールにとって状況は非常に危機的となった。英軍は首都カトマンズを脅かし、条約の批准を遅滞なく行うことを余儀なくされた。菅売条約は1816年3月4日、批准された。この条約によって、ネパールはシッキム、クマオン ガルワールそしてタライ平原の大部分を失った。A、東インド会社は20万ルピーをタライ地方からの収入の喪失に対する保証としてネパールに毎年払うことになった。しかし、タライ地方は統治が難しいことが分かり、同年12月にはネパールに返還され、同時に保証金も廃止された。ネパールの東の境界はメチ側にマハカリ側が 西の国境となった。ネパールはまた、カトマンズに英国人の講師を受け入れることを強制された。デイビッド・オクターロニーと、政治的エージェント、ウィリアム・フレイザーは、ゴルカの兵士が英軍の役に立つことを早くから認識した。戦争中、彼らはゴルカ軍の脱落者を雇用して、英軍の非正規の兵力として用いることを強く望んだ。 オクターロニーは、ゴルカ兵の中絶に対して、核心を持っていた。1815年4月、彼は、ロス中尉に、彼らを代替に編成させ、ナシリ連隊と名付けた。この連隊は後に、ジョージ国王時期第一グルカ重兵隊となり、ローティ中尉のもとマラウン要塞の攻略で活躍し、ローティは、彼らの働きには満足以上のものがあった。と報告した。 菅売条約締結後、およそ五千人の男たちが、英軍に入隊した。彼らは、ネパール軍のクマウーン、ガルワールなど、ヒマラヤ高地出身の兵たちであった。彼らは、英軍の傭兵として四連隊に編成された。これらのグループはみんな一緒になって、チームグルカとして、英軍、イン軍の背骨となったのである。また、ウィリアム・フレーザーとフレデリック・ヤング・ジュは、 サーモア大隊を組織。これは後に、エドワード7世直ん、第2グルカ重兵隊となった。さらに、クマオン大隊が組織され、アレクサンドラ女王直ん第3グルカ重兵隊となった。日本語、英語を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。